大会名称、初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスボリューム21。開催日時、二千二十三年二月二十二日水曜日、会場十七時三十分、試合開始十八時三十分、会場後楽園ホール、主催初代タイガーマスクストロングスタイルプロレス、共催 一般社団法人初代タイガーマスク講演会となっておりますそれでは続きまして対戦カードを発表いたします第1試合シングルマッチ30分1本勝負藪下めぐみサスダーカーズダークパンサー第2試合タックマッチ30分1本勝負 ショーンキャプチャー日高幾人阿部文ー VS 鈴木虎太郎初参戦ミル・グラシアス杉第3試合タグバッチ30分1本勝負ワールド女子プロレスディアナジャガー横田ピュアジェ女子プロレス田月 VS ダーカーズダークタイガーダークチーター 第4試合、タグックバッジ60分1本勝負、ストロングスタイルプロレス、スーパータイガー、武田正史 VS、船木正勝、盆栽柔術、関根シュレック秀樹、セリファイナル、スリーウェイマッチ60分1本勝負、ストロングスタイルプロレス、タイガークイーン VS、本間妙、VS、初参戦、うなぎさやか。 メインイベントレジェンド選手権試合60分一本勝負第16代王者 2AW 眞下健吾 VS 挑戦者ストロングスタイルプロレス増下隼人以上全6試合となっておりますなお大会チケットは E プラスファミリーマート各店チケットピア ローソンチケット等でで発売中ですまた本大会も株式会社リムファイン様のご協力により会場内リング内の徹底した除菌対策を実施させていただいておりますではここでストロングスタイルプロレス代表平井竹正より皆様にご挨拶申し上げますお願いします 悟総監が主催いたしますそして過激な仕掛け人新馬久志が会長していただいております初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスボリューム212月22日後楽園ホール大会への記者会見にお越しいただきまして誠にありがとうございます昨年12月の大会をもって非常にストロングスタイルプロレス一般社団法人初代タイガーマスク後援会様の 絶大なるご支援とご協力のもと応援していただくファンの皆様関係者そして報道いただくマスコミ様のおかげで非常に素晴らしい一年を迎えることになりましたそして新年新しく迎える第1回の後楽園ホール大会を開催させていただきます今大会生抜きであります増田人が真下選手の 座に挑戦をさせていただきますそして、タイガー・クイーンスーパータイガー日高郁人そして新たに杉選手、うなぎさやく選手など新しい選手も続々と参戦いただいておりますそして本間大選手本日会見にも来ていただきました後ほどお言葉を頂戴したいと思います。本大会に 参戦する王者マシモ選手そしてスーパータイガーとタッグを組みます武田雅史選手よりもコメントが来ておりますのでご紹介したいと思いますマシモケン選手第十六代レジェンドチャンピオンシップ王者マシモケンですようやく次の防衛戦が正式決定したとのことですが残念ながら本日の会見には出席できませんのでコメント失礼いたします本来ならこの会見に出席し挑戦者 タハヤトが今どういう心境でどういう表情でどういうコメントをしてくるのか見てみたかったのですがそれは後ほど各メディアで拝見させてもらいます3ヶ月前初防衛戦の相手がタハヤトでした先日のディアナ川崎大会でも対戦しましたが正直言って今のタハ隼トが3ヶ月前から何が変わったのか全く分かりません本当に強くなったのか肉体が精神が技術が ああのの時より強くくるいは鋭くなったのかもしあの時と変わっていないなら結果もあの時と同じでしょう仮に変わっていたとしても3か月で俺をしのぐところまで達しているかというととてもそうは思えません何より今ストロングスタイルを名乗るにふさわしいのは増田颯ではなくこの俺、松下健吾です2月22日はそれ,もそれを証明したいと思います続きましてスーパータイガーとタッグを組み 船木選選手、手主力選手と戦います武田雅史選手、2年ぶりりの参戦となります。武田選手、今回、スーパータイガーと共闘し、船木さんにリベンジ、スーパータイガーとはいろいろなリングで戦ってきて、強さも知っている、パートナーとして心強い、前回、船木さんとのシングルマッチに敗れ、いろいろなものを吸収し、自分の奥底で眠ってたものに火がついた、そしてめちゃくちゃ悔しかった。 あれから一年半いろいろあった中であの時とは違う武田雅史の生き様をぶつけ真っ向挑ませていただきます以上真下健吾選手武田雅史選手よりコメントいただきましたありがとうございますそれでは続きまして一般社団法人初代タイガーマスク講演会代表理事新馬久会長よりご挨拶を頂戴したいと思いますよろしくお願いいたします、えー、こんにちは今日は タイガーと相談して挨拶はなしで皆様に提供したいものがありますアントニー・ユーニョクさんが亡くなって勲章をいただきました今日は私はタイガーと相談してじゃんけんでもってこれを配ろうと思っております平井ちゃんちょっとそれ広げてくださいこの、はい、道のポスターを 全員に渡らないと思いますけど、じゃんけんで勝った方に持ってってもらう、そしてこれは大小ありまして、大きいやつは道だけで、小さいやつには私の肩書やなんか書いてありますけど、佐山さんに相談したら、新馬さん、挨拶が長いより、そういう抽選か、じゃんけんが一番いいよということで、今日は持たせていただきました。そして そのほかに、えー、VIP 最前列特典付きというところに、えー、このポスターを平井社長、はい、1>, 1枚ずつ持ってきますから、はい、今日これ、えー、7枚か8枚あるよね、これ、じゃんけんで皆さんに持っていってもらおうと思っております。今日はよろししししくお願いいいたたままますありがとうございました続きまして 女子部門統括ジャガー横田様にお話を頂戴できればと思いますよろしくお願いいたしますえ本日もお忙しい中ありがとうございます、えー、女子のカードなんですが、えー、今ストロングスタイルでは、えー、クイーンのチーム、えー、クライシスそしてダークーズと、えー、3組の構想が始まっております えー、私も一選手としてフェアに、えー、カードを組むことができないと困りますので、えー、あの平井代表の方に相談してカードの方は決めていただいています、えー、今回は、えー、本間大選手そしてうなぎさやか選手、えー、2人を私が抜擢しそして、えー、平井 代表の方にカードを組んでいただきましたけど、えー、まあ本馬大選手、えー、とても安定したまあ初参戦ではないんですがあのー、まあいいなん戦力になるなというふうに感じたものですから抜擢しました。そしてうなぎさやか選手、えー、うなぎさやか選手まあキャリア的には、えー、まあ浅い ですが1、えー、回タッグで対戦したときにやっぱ骨があるなとやっぱりプロレスってケディアだけのもんではなく戦う姿勢だと思いますので、えー、それを、まあ、うなぎさやか選手そして本間大選手に感じたものですから今回参戦してもらってますなので、えー、ストロングスタイルプロレスこれからどんどん盛り上がって 以上に盛り上がっていくと思いますのでお楽しみいただければと思いますよろしくお願いします、うん、ありがとうございますではここでお話にございましたうなぎさやか選手よりコメントが届いておりますこちらのモニターにご注目ください国際式にかける歌舞伎者うなぎさやかです今来た<っ>声が非常にガラガラである そしてストロングスタイルプロレスの人を誰も知らないのでこれを無理やり佐山悟に送り続けてい送り続けてず送りつけているが届いているのだろうかわからないが私の気持ちを言いたいと思う2023年元気に入ってやりたいやつがまだまだいるその中の一人 タイガークイーンもっともっとやりたいそしてもっとお前のプロレスの世界をもっともっと知りたい言葉は出さないがその青い炎ともっと戦いたいでもタイガー・クイーンも同じことをちょっとは思ってくれてるんじゃないのかなと思うのですが ソロングスタイルの偉いやつこのカードどうか組んでください大学院お前を査定してやるよジュネーヘビー級の、えー、選手が揃ってますやはり、えー、初代大学マスク佐山悟先生の試合といえばジュネーヘビー級の試合があのいつも思い出されますので えー、そのジュニア B 級のストロングスタイルの、えー、試合を繰り広げてメインイベントに繋なぎたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございます、えー、続きまして第4試合に出場いたしますスーパーダイガー選手お願いいたします、はいえー、スーパーダイガーです 今回は武田選手と組んで船木正勝関根シュレック選手と戦うことになりました私の中で武田選手と組むことによって船木選手関根選手と思いっきりぶつかれるタイトルマッチは今回、ましたがここでしっかりと頑張って取ってくれると思いますので私はこの試合で改めて通常の 試合の中にある本物のストロングスタイルそれをしっかりとぶつけていきたいと思っております船木選手、シュレック選手とだったら私の思う存分力を発揮できるそしてパートナー、武田、申し分ない相手なのでしっかりと真ん中の試合でも見せていきますよろしくお願いしますありがとうございます続きましてセミファイナルに出場します本間大選手、お願いいたします はみ、い、な、えー、さんこんにちはトラブル前にほんれん草特攻隊長の本間大江です、えー、本日この記者会見に呼んでいる呼,ば呼んでいただけて本当に嬉しいですありがとうございます、えー、私は二、えー、回目の出場となるんですけども今回、えー、すごくすごく気になっていたタイガークイーン選手そしてうなぎさやか選手との初対面ということなので とてもとても楽しみにしていますこのカードを組んでくださって本当にありがとうございます二、えー、人まとめて決めたいと思いますので皆さんどうぞお楽しみにしていてくださいよろしくお願いしますありがとうございます同じくセミファイナルに出場いたします大学院選手よろしければ何か一言お願いできますでしょうか勝田明です ありがとうございました。それでは、メインイベントに出場いたします。増田隼人選手、お願いいたします。はい、ええー、増田隼人です。まずは、この短いスパン、三ヶ月ということの中で。再挑戦を認めてくださった。ええー、増田選手もそうです。関係者の皆さん、本当にありがとうございます。随分痛烈なコメントをいただきました。 パワー、スピード、テクニック、スキル、キャリアですか、確かに、真モ選手にかなう部分、ないかもしれないです、ただ、真下選手を追いかけることによって、そしてスーパータイガーと一緒に歩んできたこの16年を責任と覚悟、しのぐではなくて、勇気を持って、真下選手を超えていきたいと思います。 あと二十六日ほどしっかりとマシモ選手を攻略するために必死で練習していきますよろしくお願いしますありがとうございます選手の皆様力強いお言葉をありがとうございました、えー、ストロングスタイルに値する選手たちが集まってきて女子プロの方も そういうい流れを組んでやってきてくれてジャガーさんにも大変感謝していますそしてこのタイトルマッチですけども真下が挑戦することに対して、まあ嬉しいやらびっくりしているやらまた期待していますその期待というのはただ勝つことも大,変大切ですけどもストロングスタイルというものを背負ってタイトルマッチを行うという。 過去の先輩たちがやってきたそのプライドを背負ってリングに立ってもらいたいと思いますスーパータイガーが船木選手がこのリングにタイトルをかけて争った試合は素晴らしい試合がいっぱいありましたその素晴らしい試合に引けを取らないようなそのつもりでやってもらいたいそれはもっと先を言えば私えダイナマイト私え小林邦明さん たブラックタイガーってあの、そういう責任を全部背負って新しいリングですけども明日のリングを落とすことなくこのまま継承していって素晴らしい試合をやってもらいたいこれはタイトルバッジだけではなくてみんなの試合もそう思いますす以上です初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスボリューム2 1後楽園ホール大会、皆様どうぞご期待ください。